皆さんこんにちは。新次と申します。ちょっと読み方が難しいんですが、新次磯谷と呼びます。今ご紹介いただきましたが、パワポが 何本かご相談したんですけどね、とりあえず今このビラを見ると日本庭園から景観多様性って書いてあるので、日本庭園っていうのは非常に狭い世界ですね。桂離宮なんかご存知でしょうけど、その世界で美しい世界を作るということでやってみました。ですからそういう話を一つやろう。それから景観の話は、まあ、今常識になっていると思いますので、まあ、ランスケープというのは景観と翻訳するわけですから、景観の一般的なですね、作り方、ただ私自身は、まあ、風景デザインという本を書いていて、少し、建築の皆さんには批判的でありまして、そういうことを含めてお話ししてみよう。私が若い頃はですね、渋谷に映画を時々見、大体3本立てとか4本立てっていうのが多かったんです。ですから今日は2本立てでやろうかと、もし時間があればもう1本ぐらいやる環境の話をしたいんですが、とりあえず景観の話からいきたいと思います。あ、庭園の話から、もうこれは後ろで見えますかね。もう最初のやつに入れてください。でこれはたまたまポートランドに、ジャパニーズガーデンがあります。今世界にはですね、公開されている、まあ、本格的な日本庭園が500か600ぐらいあるんですね。まあ、正確には数えられないぐらいたくさん、いわば日本の文化である日本庭園は輸出されています。で、その中でも50年経った古い庭園はちょっと元に戻してください。このポートランドにはですね、私どもが、まあ、たまたま教わったトノタクマという人、この人はコーネル大学で出た人なんですが、アメリカではですね、日本庭園の大家ということになって、私から言うとほとんど日本庭園の二の字も知らない先生なんですが、皆さんは東京に豊島園という遊園地があった、まあ年配の先生ぐらいしかご存じないかもしれませんが、日本で最初の遊園地があります、豊島園というのはね、それの設計者なんですよね。その人が日本庭園をやって、それ以降キューレーターが日本からこう毎年派遣されてですね、今六本木ヒルズの毛利庭園とか、それからすぐそのそばの何だ、三井不動産の開発は何だとかね、でかい開発はでしょ、ミッドタウン、あそこにも日本庭園みたいなのがあるんです。あれもともと日の口町公園って公園を潰してやった、あと昭和記念公園に榊原の、榊原って私の前1、2年先輩なんですが、やりました。でそういうのも順番にこのポートランドに行ってですね、日本庭園を拡張して今大きくなっています。今隈研吾さんがここにホールを作るというので、基金を集めてて、その基金集めのイベントに私は呼ばれて日本庭園の話をしてきました。で、まあそれをちょっとここでお見せしようと思います。はい。皆さんは庭園っていうのはあまり強い関心を持ってないかもしれませんが、空間をデザインする皆さんにとってはそういう意味ではないと思います。これはエジプトの庭園です。庭園と何かっていうのはこれで読めます。エジプトの図面は立面図と平面図が重なっているのはご存知でしょうけど、ここにあるのが門ですね。それからここが、まあ、宮殿というか居室があります。それを上下にシンメトリカルにデザインしていますね。で囲まれています。この門の高さを見ればかり非常に高い塀で囲まれています。そしてその中には水があって、水の中には魚や鳥がいますし、木が生えていて果物がなっています。これが庭園というものです。庭園というのは英語ではガーデンと言いますが、ガーデンというのはガンという字、 G-A-N あるいは G-U-N ですね、プラスエデン、E-D-E-N ですね。エデンのそのはご存知ですね、キリスト教の世界で旧約に書かれているそのアダムというのが登場する場所ですね。理想郷のようなものですね。エデンというのは喜びとか楽しみという意味です。ガンというのはガードされるという意味です。だから囲む、安全に囲んで、そしてその中に喜びがある。喜びの象徴は生きられるということです。人間の力が弱かった時代はですね、圧倒的な自然の猛威やあるいは周辺の民族に襲われたりしてやっていけないわけで、ガードすることが基本です。これが囲みですね。ヨーロッパの都市が、例えばフライブルクとかハンブルクとか、みんなブルクがついてますね。あのブルクっていうのはお城ですから、城で囲むってことです。日本でも沖縄ではグスって言いますし、
中国の都市計画では都市とは書きませんね、城の位置と書きます。城市規格というのはお城でやっぱり囲って、そして位置、中には位置ですから、位置というのはマーケットです。つまり軍事と経済の中心地という意味ですね。ですからそういうものの根本がここに1個あるわけです。で、人間が生きられるためには水や鳥や魚がいる、これ食料そのものです。ですから生きていける景観だということですね。これはジェイ・アップルトンという人がランスケープ・エクスペリエンスという本を書いていて、人間が生きるために必要なもの、これが景観だと言っている。ですから後半で景観の話をしますが、景観というのはただの景色だと皆さん思うんだけども、どんな景色でもいいわけじゃないんですね。やっぱ生きられるという条件がちゃんと満たされている。まあ、それが象徴的に表れているのが庭園です。はい。で、まあ、この一番上に書きましたガンとエデンですね。で、囲まれていて中に、リラックスできる。ドイツ語でベハークリヒという言葉があるんですが、これはくつろいでいるというような意味です。ベハークリヒのハークというのはハーゲンという生垣のことです。ですから生垣で囲まれていることもとても大事なこと。私は、まあ、ちょっとすぐ雑談すると、今日日本だったから時間がなくなるけど、私は造園の学生にですね、もう大学で終わってだいぶなりますが、現役の時は宿題をたくさん出しました。だけど宿題は楽しくなきゃいけないと思って、日比谷公園の図面1000分の1を配ってですね、アベックの調査をやれと言いました。まあ、アベックと言わない、カップルと言うらしい。男女のカップルをですね、追跡調査する。で、どこのベンチで何分座って何をやって、でそこを何分にまた立ち上がって、次に池の周りをぐるっと回って、何分に出てったみたいなのを全部やらせました。でこれはですね、ユーザーっていうのは何かっていうことを分かるんですね。マンウォッチングっていうのはそういう意味でとても大事だと思います。デザイナーになる人は大体自己中が多くて、自分のイメージこそが大事だと思っているらしくて、利用者がどう思うか無関係にデザインしますね。やっぱり困ったもんだと思う。だそういう意味で私は入り口で、利用者がどういうことをやるのか、それをウォッチングする。まあ、ただそれだと面白くないのでね、年頃の学生さんにはカップルの調査をやります。で、そのカップルの居場所を全部プロットして、これは建築学会で随分発表しました。これはですね、フォレストエイジっていうんですが、林園、林の淵ですね、林園。例えば新宿御苑っていうのは大きな芝生の原っぱがあるんですね。で、そこでカップルを調査するとね、大体背後に樹林が来る。で、その林園に、林園、木の高さの1倍の範囲にほとんど7割から8割のカップルがいます。広々としたその残りのですね、8割近い広場の中にほとんど滞在していません。専用空間特性というふうに名付けましたが、人っていうのはそういうもので、後ろに背中をですね、林園で囲って前方が広々するような場所、まあ、これはさっき言ったアップルトンという人もそういうことを言って、中国ではですね、そういうのを風水と言っています。廃山林水、背中に山、前に水を望む、そういう場所がサスティナブルなですね、場所だと言われています。で、こういうふうにですね、人間というのは適当なところに居住したり滞在したりするわけではない。好ましい場所っていうのがあるんですね。それの根本は生きられる景観がある。水があって、食べ物があってね、安全に守られているということだと。これだけ頭に入れておいてください。それ以外の話はこれからお話します。はい。で、まあ、アメリカの方たちですから、日本の庭園史を、飛鳥時代はこうでしたなんて詳しくやってもしょうがないので、日本庭園というのはないかということだけ伝えたくて、これをやりました。日本庭園は、古代はですね、神様、あるいは中世仏様というふうにして、今はエコロジーですから自然になっているということです。はい。こんなラフな庭園史はありませんけどね、まあ、これちょっと省略。日本人にはですね、まあ、日本人だけではないです。古代人はほとんどの国が、民族がアニミズムを持っています。アニミズムっていうのをご存知ですね。自然というものに畏敬の念を持つということです。自然に対して敬意を持つと同時に恐れを抱くということですね。
で、日本庭園がなぜ自然石でできているのか、石組みと言いますが、石でできているのはここから始まります。これは倉敷町神社の岩坂です。岩坂っていうふうに言います。これも天津岩倉とか天津岩坂っていうんですが、大きな石にですね、まあ、今ではしめ縄を巡らしてそれを神と考えるんですね。大きな水を水垣と言います。大きな木はひもろぎと言います。つまり木と石と水という最も基本的な要素、これにですね神を感じたんですね。こういうものが根っこにあるんです。硫黄島の映画がありますが、私は硫黄島に 3,40年前に、日本の兵隊さんが亡くなった慰霊碑を作ろうというので頼まれていきました。すでにアメリカ軍もできていまして、米軍の慰霊碑はですね、でかい大きな石碑に立派になってて、海兵隊ももう駐屯しておりました。こっちに自衛隊も駐屯してるんですけどね。そしたらね、アメリカの慰霊碑はですね、縁取りがしてあるんですが、海から拾ってきた釜石なんだけど、全部白いペンキが塗ってあるんです、ね、でそれで縁取りした石碑でした、まあ、日本人 その日本の兵隊さんの慰霊碑は後に日本中の石を集めて、それで日本地図を作ってやりましたけれども、まあ、その話はともかく、彼らはですね、石っていうのは汚いものだ、自然だから白くきれいにペンキで塗るんですよ、ね、ところが日本人は自然の石そのものをちゃんと尊敬をするわけですよね。ここが大きな違いなんですよね。ですから汚れるとペンキを塗ってもう一回きれいにする、絶えず新しく塗り替えるというのは彼らの文化だけれども、日本人は苔むしたものをそのまま肯定するという意識を持っています。これは後ほどお話しますが、それがわびさびのさびというものになるんですね。とりあえず古代、大きな石や広い水面や古い木をこう神と崇めるという意識があって、それが自然というものに敬意を表するという、そういう日本人の自然観になっていくんだ、はい。でまあ、そういうものの中で生まれた庭園、これは古代の日本で最古の庭園です。これは平城京左京三条二号六の坪という場所に発掘して出てきた庭園ですね、通称北宮庭園と言いますが、これはちょっとこの 石組みというんですが、こういうのここは岬になっていて、石がこうオーバーハングで水の方へ倒れてるでしょ。もうすでにこれは海を表現している。日本の庭園というのはかなり自然描写が正確にできていまして、海を表現するもの、それから山の沢を表現するもの、全部違うんです。山石とか沢石とか海石といいますが、そういうものも使うし、倒れ方一つで海か山、川を表現するんですね。海の場合は波がこうぶつかるでしょ、でこう現れるから当然オーバーハングになるわけです、はい。これが中世になると、皆さん十円玉でご存知の宇治の平等院鳳凰堂庭園ができます。私は実は4月8日生まれでして、まあだから魚が好きじゃないというんで、一応アピールしてるんですが、魚屋すぐ連れてかれるので、なんだけ寿司とか魚は嫌いだと言ってるんです。4月8日というのはお釈迦様の生まれた年ですね。生まれた日です。釈迦、つまり釈迦牟尼仏という仏さん、まあ仏さんというか哲学者ですね。彼が人間の悩みというものを宿泊と言って抑えて、これからどうやって悩みから解放されるかということを考えます。まあ、これが仏教というものですね。仏教はその後大乗仏教のようにもう拝めば救われるみたいな安易な道を通ってしまうものですから、もう今むちゃくちゃになっていると思いますが、お釈迦様自身はやっぱり瞑想ということをやって内省する、自分自身を思う、考えるってことが基本だと考える、それが今は禅宗という形で残っているわけですね。でいずれにしてもそれに対して、大乗仏教は拝めば助かるっていうのを考えます。これは大衆が考える、ね、やり方ですね。ですからお釈迦様が亡くなって、その清浄仏教とは言われていますが、自分自身が座禅を組んで、ものを考える、その悟るという、そういう苦行はやめてね、拝めばいいっていうふうになるんですね。で、だからちょっとそこは混乱するんですが、いずれにしても釈迦牟尼仏が亡くなってから
1000年経つと、消防造法末法というんですが、1000年じゃなくて2000年かな、末法の世というようになる。つまりね、お釈迦様の教えに賞味期限があるっていう考えがあるんですね。お釈迦様の教えがあった時はみんな人殺しもしないし、ちゃんと正しい生活をしていたんだけども、だんだんまあそういうことを無視するようになって世の中は乱れる。これが京都では応仁の乱みたいな形になったりね、平安末期にもいろんな、まあ、戦争、例の、羅生門という映画ができましたが、そういう京都の都に強盗がはびこったりね、殺人ばっかりやったりするという時代が生まれる。でその中で藤原一族は自分たちだけはなんとか助かろうと、できれば極楽に行きたいというのでこういうのを作るわけですね。この写真は今ついこの間きれいに朱塗り の再生が行われたので、今平等院はもっとあでやかになってますけどね。できた時はさぞかしい極楽浄土そのものだろうっていうのを作るわけですね。これは真ん中のこの阿弥陀堂、阿弥陀堂には阿弥陀如来があります。大日如来とか阿弥陀如来とか釈迦如来とかって、まあ、仏教ではいくつもの仏様がいるんですが、その阿弥陀如来がこの世を救う、特にあの世へ極楽へ誘ってくれるという考え方があってね。でこの阿弥陀堂のここに阿弥陀様がこの水に映るという、そういう演出がなされている。夜になると照明されたのが映るというね、いかにもこう幻想的な風景を作ったわけ。まあここにあるように権無浄土という浄土を求める。阿弥陀様の手に紐をつく、いわゆる自分が死ぬ時にですね。と、皆さん絵で美術史で教わってるでしょ。山越え、伊達大坊主とかね、阿弥陀様が亡くなる人をこうお迎えに行くんですね。ほとんどこうオーケストラみたいなのを弾いて作る、来るのね、音楽入りで迎えに来てくれるわけです。そういうものを描いた庭園です。ですからこういう庭園は大体乱世、世の中乱れるとこういうものを作るということになってたくさんできたんですね。はい。でこれがまあ中世。はい。まあ、その中に作庭記、これは世界で最古のガーデンブックなんですけどね、この話は本当に面白いんだけど今日は時間がないのでやるんですが、一番大事なことを皆さんに建築系の人に言っておきたいのは、ここには最初の行に石を建てんことまず大志を心べきなると書いてあります。石を建てるっていうのは石建てそうって言葉があるように庭を作ることなんですね。日本では石を建てるってことが大事、石組みをするっていうのが庭作りの根本なんです。でその石を建てることっていうのは、つまり庭を作ること、まず大志を心、大志っていうのは大きい胸と書きますね。つまりコンセプトですよね。ですからいきなり技術論に入らないで、庭作りの根本はまずコンセプトだ、こういうんですね。これはまあここから学んでいく。あとは地形って言葉が2行目にありますが、地形に従って池のほとりにそれぞれそれらしくあるように作りましょうと。今度は自然を尊重するということが出てくる。このキャンパスもちょっとこう山裾にありますからね、こう傾斜地でしょ。その傾斜地の傾斜を上手に使っていくというようなことを言っている。つまり自然尊重だということもここで言っている。エジプトの点は全くそういうのとは違うんですね。はい。でこの仏教の極楽浄土は平泉の毛髄、世界文化遺産になっていますが、こういうもの。でこれデザインから見ると、この綺麗な曲線と土のデザインですね、緩やかな、こういうの地獄というんですが、地面をちょっと非常にソフトにこう柔らかい線でできておりますね。これは建築の人から言うんだけど、こういうのを利用しない建築が多いんですよ最近。建築っていうのは全部直線で作るしかないでしょ。曲線はもちろん作るけど、人工的な非常にハードな線でしょ。それに対して自然物、土とか草の線っていうのはとっても柔らかいんですよ。だから強い線を入れたら逆にこれを組み合わせていけばずっと飛ぶんですよ。それを建築は建築手的手法しか使わないから損してると私は思います。ランスケープっていうのはどちらかというと背景を作るもので、典型を作るものじゃないんです。典型はやっぱり建築物なんですね。しかしその建築家がもっと背景を作る自然とかランスケープに興味を持たないと損ですよ。それだけちょっと言っておきますね。メッセージとして。
ランスケープはそれ自身で成り立つようにこういう、いわばホリゾンタルな風景に対してバーティカルな風景を作る。これはアリソの風景、アレタですね、海岸の風景を作るんですが、石組みですね。石と土という硬いものと柔らかいもの、水平と垂直というこういうもので構成しているわけ。そこに曲線が入る、ね、はい。まあ極楽浄土さもありなんていうそういう感じです。これは京都の天龍寺というお寺ですね。武装国師、石田別荘のボス中のボスが武装国師で、これは足利尊氏をおだててですね、後醍醐天皇をもらうというんで作ったお寺ですけども、いくつもの、まあ、これをやりだすとこの話が深くいくので やらないようにしなきゃいけないんですが、まあ、中心に滝を組んでいるんですね。観光バスのガイドは、普通は水が落ちるとですね、それを水がこう分かれていくために、滝の下にこう石を置くんですね。これを離魚石と言います。鯉の石って言うんですね。鯉が滝を登って龍になる。天龍だからその離魚石が一番上にあるって言って、本当にちょうど滝の一番てっぺんのところに一個投出した石が組まれています。まあ、それはほとんど遊びの世界ですね。大事なことはこの嵐山の風景、亀山という山なんですが、こういう外の風景との関係もちゃんと作っているんです。はい。まあ、お寺の庭というのはいろんなタイプがあって、これは禅の庭と言われているんですね。枯山水、私は禅の庭否定論というのを学生時代に論文を1本書きました。で、京都の庭園見学を大学1年の時に1ヶ月やって、それでつくづく思ったのは、なんでこんな禅宗の寺ばっかりなんだろうと。実は私のおふくろのおじさんはですね、福井の延慶寺というところにいたんですね。で、子供の頃から連れていかれて、すごい立派な書を書かれた方で、まあ、おふくろは尊敬してたんですね。で、延慶寺、子供の頃から何回も行ってる記憶があるんだけど、こんな庭園ないんですよ。なんで京都の庭園だけこのやたら枯山水なんだと。考えてみたら、京都の禅宗の寺はほとんど臨済宗というやつなんですね。要塞、英塞という人が作った。で、臨済宗の特色は、権力と結びついたんです。皇室とか、あるいはお公家さんたちとかね、まあ、後には武家と大名と結びつきました。今、京都のお寺に行くと、ほとんど、まあ、拝観料を取って、立派な庭園で見せているのは全臨済宗です。大徳寺とか、明神寺とか、聖国寺とか、建仁寺とかいっぱいありますね。それはほとんどこの系統。で、これは、しかも、塔頭に至っては全部大名家がお抱えです。スポンサーは大名家。私から言うと、これ大名は京都事務所ですよ。京都の情勢を探っておかないと、自分のなりふりが、明快にうまくいきませんからね。京都情勢は絶えずウォッチングしなきゃいけない。ですからね、まあ、政治なんですね。ですから、まあ、武装国史以来ずっと、京都で頑張った禅宗というのは権力と結びついた。ですから禅の庭というのはですね、禅の思想によってできたという解説を美術史の先生方はやたらやるんだけど、私はそれは一面的だと思います。立地について言えば、金閣とか銀閣というのは昔のですね、公家の屋敷ですからね。京都というのは三方が山で囲まれて、とてもね、水の面がいいんです。で、眺望もいい。だから立地的には庭園を作るには最高の場所なんです。ところがそういうね、いい場所を全部もう取られちゃってるんです。旧仏教に取られちゃってる。禅宗は信仰の宗教ですからね。ですから、後発組はね、水の面の悪いところです。京都長口なんていうところに大体分布する。これは軍事的な拠点なんですけどね。そして水の面の悪いところ。そういうところに禅宗の庭を展開する。ってことは、こういう枯山水しかないんですよ。枯山水ってのはもともと水を落としてたような滝が、何かの都合で水が落ちなくなった時に、それでも絵になるからそれでいいんじゃないかって、最初から水を落とさなくてもいいやってやっていくんですけどね。本来は枯れ泉水といって水が枯れちゃったものを言ったんですね。で、それがだんだんこう墨絵のような、世界を作っていくわけ。これはね、だから便宜的だとも思います。いずれにしても相当の相当宗というのには庭園がないんですね。もうちょっと言うと、京都中東地方や白い砂で南庭はですね、まあ、本来は
セレモニーの場所ですからってこともあるんだけど、兵隊を集めて、なんかやるにはもっとっこいですよ。まあ、細かいこといろいろ考察しましたけどね。私が言いたいのは、どうも日本の美術主義家はね、すべて宗教造形論にしちゃってるんです。だから浄土の庭とか禅の庭とかってですね、いきなりもうそれを持ってくれば全部説明できるような、だから造形の世界はそんなもんじゃない。環境デザインというのはもっと複雑な要素があります。江戸の大名庭園を私は詳しくやりました。これはほとんど軍事的な意味です。軍事的な場所なんですもん、お城とか、ね、大名ってのは。ですから例えば京都の東京には浜御殿というのがありました。今は浜離宮庭園と言いますけどね。ここは海軍場がその幕末には作られます。そのぐらい軍事的な場所ですし、その中はですね、お高場、鷹城が行くんですね。鷹狩りをやる、それのもとは鴨場です。2つの鴨場が置かれます。これはスポーツなんだけど武芸なんですね。それから馬場と弓場が必ず設けられます。これは軍事教練の場所です、ね、ですからね、綺麗だ美しいって言ってるけど、その最後の仕上げなんです。岡山の後楽園っていうのは宇城、岡山城に、幕府の大砲が届かないためには旭川の薪を庭園で固めるしかないんです。お城はある一定の規模以上認めませんでしたから、徳川幕府はね。そうすると遊び遊楽のための宴会のための庭園だっていうの顔して作っておいて、実はそれは防御のためだったんですよね。浜御殿の場合は江戸城から船に乗って全部将軍が外海に逃げられるようにできています。江戸城から山下堀を通って築地川を下ると江戸湾に出れるんです。徳川慶喜は大阪から逃げ帰った時に、やっぱりその逆コースで江戸城へ戻っています。浜離宮に、浜御殿に上陸してるんですよ。ですから、まあ、デザインとか造形とかって美しいものを作るっていう世界は、まあ、もっぱら綺麗事にしてるけども、そのベースには大自然 その水の便の話とかお金の問題とか、今言ったような軍事的な政治的なものがみんなあるってことをどっかや心に残してもらうといいと思いますね、はい。まあ、その後人間主義になります。古代は神、中世になって仏が出てきますが、近世になると人間が出てきます。武士のためにはですね、それから最後は農民が出てきます、はい。ちょっとこの今これがメインじゃないので少し飛ばしますけど、例えばこれは小堀遠州の湖畔っていう庭園なんですね。例えばこの雪見道路っていうのはオリジナルなデザイン道路なんですが、これは何だか雪見っていうけど浮見道なんです。琵琶湖にある浮見道という男さんがいっぱい収まってる橋でつながってるお堂があるのをご存知でしょうか。片田の楽岩という近江八景の一つですね。そこにあります。それをデザイン化したものです。だから灯籠というのはですね、ほとんどデザインした道路なんです。それ以前の春日道路とかそういうのは神様、つまり春日大社に納めるものですね。東大寺とか平等院の灯籠はね、だからみんな一気。それに対してこういう灯籠はデザインして作った、その場所にふさわしい、まあ、いわば石像彫刻として置いたんですね。アイストップとして置いた。それには全部意味があるんです。ですから浮見堂は水の上になきゃいけないのであって、これが山の上になっちゃうと変なんですね。まあ灯籠にはたくさんの形がありますが、それは今日は省略しますけどね。だからこれは平山なんです。これは内側にかかった瀬田の大橋という瀬田橋の象徴なんですね。それで近江八景ができるというわけです。つまりここで日本の歴史とか歴史的な文化空間を鑑賞するというのはどういう素養がいるかというのは分かれたと思います。つまり小々八景から始まった風景論を日本人は奈良八景とか近江八景とかもうたくさん今日本中の城下町にはみんなあります。なんとか八景、それは全部同じなんですね。そしてそれは教養だったんです。侍でも町人でも裕福な町人は全部八景ぐらい知ってる。だからこれを見て、あ、近江八景ですねって言えたんですよ。皆さんはこれで近江八景って分かるかって言うんですよ。分かんないでしょ。なんかサツキが何株か割ってますねみたいな、ね、これがですね、やっぱりアートに近いことをやる人にとって大事なこと、そのある種の教養、基礎的教養ってのがあるんですね。風景論とか
定観論が必要だと思いますね。はい、これはね、私が助手の時にずっと実測調査でやった、まあ、革命的な庭なんです。日本庭園っていうのはですね、石の上から3分の1の残し3分の2を埋めるべきだなんていうのを職人が言うんです。そのくらいですね、大自然の延長に見せるっていうのはテクニックなんです。下手な庭師ほどね、でかく石を置くんです。だけどそれは小さく見えるんです。これも意外と大事なね、日本文化の特色です。ね、でかく、何でもでかく見せるっていう人はね、大体、まあそれが限界ですね。小さく作っといて大きく見せる。これが底力なんですね。で、ところがここではそのタブーを破って石の上に石を乗せてるわけ。向こうの石はほとんど、コンテンポラリーアート並みでしょ、あの石。私はあの上に乗って揺らしてみたけど、全然びくともしない。大きい石です。これは都市解体の庭って言ってるんですが、これは山口の豊富森藩の家老の家なんですね。彼が干拓事業をやってて、それが失敗すると豊富森藩は潰れてしまうので、なんとか成功させたいと言って祈りの庭なんですね。これは趣味仙石と言います。まあ、仏教の世界で最高の高い山を趣味仙って言うんですが、それを表現している。でこういうものをこう作ったりしてね、結構まあだから庭っていうのは精神性というか、その祈りとかね、そういうスピリチュアルなものを持ちます。はい、この辺からはまあ楽しくやる。松平春嶽という人の陽光館というんですけどね、はい、越前の庭、もうこの辺はどんどんいいです。彦根藩、はい、元空院、これが岡山後楽園。なんでこの辺手前にね、こういう庭園ができたかっていうのを先に言って、天守閣に大砲が届かない距離を稼がなきゃいけないから庭を作る。岡山の後楽園の庭の石はね、まずね、石、橋になって一本の石の橋はね、砥石でできています。周りはかなり土手が強くできて、そこには矢竹が植えられています。ほとんど臨戦態勢です。梅林があります。茶畑もあります。農の風景です。実は梅林というのは梅ですね。梅は兵糧なんです。梅干し一つで一日過ごせるというのが昔の武士なんです。ですから、ね、平和な美しい観光地だけども、その底にはですね、戦ということがちゃんと流れています。はい、それからまあこれ今世界農業遺産に申請中で、私今一生懸命やってるんです。私もいろんな造園だからいろんなことを雑然とやってきましたが、若い頃は平地林の保全というのをやって、埼玉県から委託を受けて埼玉中を歩いて調べました。いわゆる雑木林ですね。これは柳沢義康という人が陸源を作った人ですが、彼の元のあれは川越藩主だったんですね。でそこで新田開発っていう、こう荒れ地でほとんど米が取れないところですね。それを防腐林を作ってね、二次林を作って、クヌギやクナラを植えると、その非常に成長がいいので、それで焚き火とか、堆肥を、落ち葉がいっぱい落ちますから、それを腐らせてね、堆肥にします。その堆肥を入れて、この田んぼ、畑を作る。川越園というのを作ります。完全循環型ですね。それからもう一つはこの向こう防腐林、これは屋敷林ですね。屋敷林の中にはね、今度は屋根を北風から防ぐために白樫を植えるっていう、南側夏の強い日差しをカットしてね、冬暖かくするために欅を植えます。つまり落葉広葉樹を植えて夏の涼しさと冬の暖かさを確保し、強い北風から屋根を防ぐっていうんで、白樫という木を植える。これでもうね、木の名前は皆さん知らなくていいけど、完全にですね、環境デザインをやっているんです。夏涼しく、冬暖かく、屋根も保護するし、堆肥も取って、循環型農業も持続するっていう。で、このユニットはですね、5丁部って皆さん、ピンとこない、5ヘクタールね。5丁部ずつ、平等主義です。日本の農村の歴史の中では、大体、まあ、いわゆる名主さん、地主さんというのは、まあ、東北の本間さんなんていうのは、大名以上の広大な農地を持った人ですけどね、とにかく格差社会だったんです。ところが、この柳沢義康は、中国の王安石という人の思想を、荻野空を経て、投入してね、平等農村社会を計画します。そして防腐林で、それが落ち葉の堆肥を基源にして、
循環型のオフを作ると同時に、ここには神社とお寺を入れます。つまりスピリチュアルな拠点というか拠り所も与えているわけです。わかります？これが都市計画ってもんですよ、本来、ね、生産基盤も持続可能性もやりながら、そして自然と人間が共生して、ね、一方で人の心イコールフィッティングじゃなきゃ本当の競争成り立たないでしょう。だから全部補助部なんですよ、ね、水の脈症ってのは一端とか二端部なんです、昔ね。僕は農大だから浮いてますから、ここでは。そういう話わからないから、ね、本当にね、もう食いに困る、やっと生きれるか、子供が産んでももう全部それは流しちゃなきゃいけないっていう、そういう貧しい生活をほとんどの農民はやってきてるんですよ。そういう中で柳沢吉保は五条仏と与えて平等にするっていうようなことをやって、まあ、他にもいろいろやってるんだけど、そのお寺や神社を作ってお祭りをやりね、いわゆる今風に言うと絆というそのコミュニティっていうのをちゃんと作ってる。ですから今の都市計画は非常にフィジカルな、ね、物流の道路を入れて1日に 何千人運べばいいとか何万トン運べばいいっていう、そういうもっぱら数字になるようなことばっかり言ってるけど、よっぽどこの頃の計画も素晴らしいと思うんですね。私が言いたいのはこれ以外にもたくさんあるんですが、日本には保証会、北欧会といって、幕末から明治にかけて混乱したもんですから、それまでの文化財がみんな壊されていくんですよ。でこれに対して保証会っていうのは優れた風景を守る、京都の嵐山なんだそうです。それから日光東照宮、これも徳川家の病床だから、これはもうほったらかしになって壊れていくんですよ。それを救うために歩行会というのが作られる。みんなが貯金して、いわゆるナショナルトラストですよ。ナショナルトラストはイギリスのナショナルトラストより日本の保証会、歩行会も古いんですよ。原三景という人が横浜に三景園という庭園を作るんですよね。これはオープンガーデンの始まりです、ね。神戸でもオープンガーデン流行ってるでしょ、スタンダードでね。オープンガーデンというのはナショナルガーデンスキームといって、イギリス人が あの頃の看護師さんはみんなに尽くしてですね、最後年取るともう惨めだったんですね、年金制度がなくて。それがかわいそうだったんでね、ナイチンゲールなんか指導して、そしてお金持ちの庭を開放してお茶とお菓子を出してね、庭園を公開するんです。そのつまりチャリティですね、それを集めて看護さんたちの老後をなんとか面倒見ようというシステムなんです。ただお庭が綺麗だから見てほしいなんていう、そういうロマンティックなだけじゃないんですね。もっと厳しいことが一つそこに流れてるんですね。でこれもね、原三景という人は横浜の貿易商だったんですけどね、三景を作ってその入り口に遊覧御随って書くんですよ。遊覧御随、どうぞ自由に私の個人庭園ですけどご覧くださいってやってるんですね。これだって、イギリスのオープンガーデンなんかより50年近く早いわけですよ、ね。日本のマスコミは全然そういうことを分かってないし書かないんですね。でもっぱらドイツではイギリスがあって、出羽の神を信仰をアピールするから、自信がない。皆さんもぜひですね、自分の家のこととか自分の町のことを調べたらいいと思いますね。はい、私今ざっと日本庭園の基礎教養持ってもらうと思って、一本立ての方はこれでやってるんだけど、どうしても余分なことを言っちゃってしょうがない。はい、まあ近現代になると自然というのをだんだん考えます。はい、山形有朋の森井岩というのが京都にあります。これは東山の借景なんですが、これはですね、それまでの寺院の庭園なんかと全く違うんですよ。つまり田舎の風景なんです。田舎の風景だから石を建てると、さっき言いました無双国師は石を建てんこと、日本庭園全部石を建ててきた。そこはこれもう完全に伏せてるでしょ。水平の風景なんです。垂直はストレスの線、水平は安らぎの線なんです。山形有朋って人は日本陸軍を作ったとんでもない、まあおっかない人ですが、心優しかったらしくて、山口の自分のふるさとをこうやって思い出してこれを作らせる。まあ、これをやったのが植木という植木屋なんですけどね、まあ、彼はそれからこういうものを作って、これがまあ近現代の日本庭園の一つの形になっています。自然主義庭園ですね。どうぞ。で私は六本木ヒルズの屋上に、こういう田んぼを提案しました。
森さんはもう数年前に亡くなりましたけど、なんか屋上緑化でもうちょっと気の利いたことないかしらって盛んに言うから、じゃあ田んぼ作んなさいよって。私は別に農大の先生だから田んぼ作れって言ったんじゃない。都心中の都心に日本文化の象徴である田んぼを作りたかったんです。これが実は造園の一つの見方です。先ほども言いましたように、建築が硬くて直線でできたら、柔らかい線でランドスケープがあるから両方で共生するんですよ、ね、ですから都心だからといって都心っぽく、もっと都心っていうのをやるのは馬鹿げてるんですよ。その対極にある農村の風景を入れることで、なんとか都心の突出したストレスを和らげるはずなんですね。そういうバランス感覚が必要だと思いますね。これは環境の下で、実際ここ米4俵しか取れないから田んぼなんですが、しかしここでですね、うちの昆虫の先生たちもずっと調査させてますが、たくさんの生き物が戻っているんですね。トンボかなんかは、まあ、いわゆるビオトープといいますが、そういうものにもなっています。だから六本木ヒルズはヒルズ族と言われたホリエモンとか金持ちが住んでますが、彼らもここで田んぼの体験をしているし、稲刈りもやります。今実際はこれは港区の子供たちのそういう舞台になって、テレビニュースにもなるから、これは広報活動にもなっているんですね。これはまさに多面的ですね。つまり屋上緑化というと、全部その万年草を植えて、つまり水がなくても育つような緑を植えて緑化緑化と言っている、全くナンセンスは。私はそんな蒸発させないような植物を植えて、緑に目だけあれば鮮やかに立ったって、ヒートアイランド現象の緩和にもなりませんしね、生き物も生きられませんよ。そういう意味でどうも今の社会は上辺ばっかりやってると思いますね、はい。これは雑木林です。武蔵野というのは雑木林なんですけどね、ケオプラザホテルの横です。深谷幸喜という、これ上野の坊さんの息子なんですけどね、もう亡くなりましたけど、彼がもううるさく、私は若い頃随分お付き合いした人ですけどね、感触持ちでね、ただ庭は悪くないと思います。これはちょっといい、舗装の凸凹を見てください。彼はね、人間の足の裏にはね、歩くという時の感覚がある。とか今は舗装が真っ平らでしょ。このフロアスケープっていうのはもうツルツルで真っ平らね、歩いてる感覚がしない。だから凸凹、靴を通してでも凸凹させるんだと、足裏の感覚を呼び戻したいって言うんですよ。それは原風景が大事だってのと同じことなんですね。武蔵野、つまり東京の自然風土っていうのは関東ロームで覆われた土の上に、さっきのクヌニアコナラのような雑木林を植えて、それをエネルギー源にして生きてきたんですね。そういうものこそが本当じゃないか。庭木というのはですね、庭木の古木っていうのは京都なんかの名園では松牧木木っていうふうにこう言うんですね。柏とか松とか薪っていうのは美しいんです。で、エバーグリーンでね、と端正な形でね、いわゆるビジュアルなんですね。だけど、そういうものだけ追求したのは貴族なんですよ。だけど、生活を毎日やらなきゃいけない農民なんかにとっては、雑木林のがずっとありがたいんですよ。だって、炭や薪がなきゃ、エネルギーがないんですから。有畜農業といって、家畜を飼う農業だったら、馬や牛の糞をですね、堆肥にできるんですが、この辺は馬や牛を飼ってませんから。有畜農業でない場合は、有機物は植物から取るしかないんです。それがクヌニアコナラの落ち葉なんです。これを発酵させてやると、有機質肥料で芋がずっと取れるわけ、毎年取れるわけですね、はい。ということで、自然というものとどうやって人間を共生したかがわかります。神宮の話もなかなか長くなりますからやめますが、ちょうどオリンピックの年にちょうど神宮の森は100年目を迎えます。97年3年から私は調査委員長で、この神宮の森の調査をしています。これは完全に人が作った森なんですよね。もともと荒れ地でしたから、この辺はちょっと違うんですけどね、一部は、ほとんどは荒れ地だ。そこに神宮の森を作るわけ。これはもうこれでランドスケープの非常にサイエンスっぽいところの原理があるんですけどね、はい。まあ、これは時間があることだ。さあ、ここからです。まあこれはアメリカ人にさっき言ったように見せたので、日本庭園の良さをアピールしなきゃいけないので、まあ、天人合一とか技と心が一つであるということをアピールしました、はい。で、まあ、4つです。
これはね、私はまあいろんな研究しましたが、日本庭園の研究はそれなりに論文の数で一番多いんです。で、これを環境とか景観にこう広げてきたんですけども、狭い世界であってもそこだけは人間が全てコントロールできるんですね。この巨大都市なんてのはコントロール不可能でしょ、ね、だから庭園から学ぶって意外といいんですよ。パリのオスマンの改造計画っていうのは、あれはベルサイユ宮殿の景観構成をそっくり街に動かしただけなんですから、ね、だから意外と原点を探るっていうのはいい、あの手法の勉強のね。で、私はこう思ってこういう論文を書きました。空間、景観、自然、時間、この4つのキーワード、これで全て大体空間計画っていうのがやりますね。で、これ普遍性なんですよ。世界中こうなんですよ。空間を囲ってそこに独立したミクロコスモスを作って、そして、ミクロコスモスを作ってしまうと外との関係がね、どうしても薄くなって孤立した感じなんですね。ですから外と結ばれた人も外が気になるんですよ。鎖国をすると出島を作ってね、やっぱり外国の情報欲しいでしょ。だからね、外とつながりたい、外を眺めるんですよ。それが一般的な庭園では眺望というんですね。ビューです。世界中の庭園で眺望がないのはありません。まあ多分ね、皆さんの建築もね、建築家はね、中の空間ばっかり考えてるかもしれない。眺望は大事ですよ。眺めるということで相対化して自分の位置をはっきりするんだから。ところが日本庭園はね、単なる眺望じゃないんだ。むしろ外をメインにしてしまう。これを借景と言います。外の風景こそが主人公なんです。もう庭じゃないんだ。庭より外の風景を一番メインにするために庭をアレンジしてしまうんですね。そういうことをやる。あと具体的にあって絵で見ますかね。そして自然。庭をなぜ作ったか、インドアとアウトドア、ね、インテリアとエクステリアとも言うでしょう。いろいろ言い方あるでしょうが、内部空間と外部空間が合わさって一つでしょ。建築はシェルターだと言うけども、庭園もシェルターなんですよ。ね、樹木を植える、上にこう枝がさっと広がった、そういうキャノピーっていうのは、人間をホッとさせます。ね、針葉樹は上に乗っちゃうからあんまりダメ。落葉広葉樹、ケヤキのようにこう水平に広がった木はね、その下に一種の空間、親密な空間を、安全な安心な空間を作るものです。ね、ですから植栽計画っていうのは緑にすることじゃないんですよ。アウトドアに一つの世界を、いわば建築を作るんですよ。自然の植物によって建築空間を作ってると同じなんですね。だから逆に言えば建築家もそういう基本を押さえれば、いくらでもアウトドアスペースもデザインできるんですね。まあいずれにしても自然というものが基本なんですが、日本の場合の自然の扱いはちょっと特殊で、樹芸と言いますが、植物を抑制するんです、成長。高温多湿、高温多雨ですから、日本はもう植物がやたら育ってしょうがないの。庭掃除って言うと草むしりなの、ね。ヨーロッパは草を刈って芝生、ターフを作った、ね、ヨーロッパの木は冷涼、気候は冷涼ですからね、植物は成長しないんです。だから太い木、大きな木をものすごく大事にするんです。日本はなるべく育たないようにするんです。育たないっていうのは変だけど、成長の遅いものを庭木にするんです。それが松とか薪とか木刻という木なんですね。なぜか。中庭に木を植えるとですね、こう中庭ね、国構えて木を植えるとどんどん困るって字になるでしょ。だから中庭に木を植えちゃいけないとよく言うんです。困るのは、木が成長しちゃうと日も入らないし風も吹かないから、ね、もう湿っぽくてナメクジが出てきちゃうから。だから日本ではですね、木の成長を抑制するというのはとことん、そして最終的には盆栽のようなものまで生まれていく、こういうわけです。これが日本の特殊な部分ですね。最後は時間の美。時間の美っていうのは本当はどこでもあるんです。世界中の庭園が。しかし、古びていくこと、それを良しとするという見方ですね。これがサビと言います。わびさびって言葉は、まあそういう美学者はいろんな解釈しますけど、まあ、私から言うと、これはエイジングの美なんですよ、エイジング。時間が経つと物は変化します。この時日本の場合は、温度と湿度が高いので変化っていうのは悪いと、まあ、一般に言う腐っていくんですよ、腐っていくね、白木もですね、だんだんこう汚くなってね。イギリス人たちもそういうのを、ウェザードの美っていう言い方をします。白木がね、もう削ったばかりの白木が雨露に、ね、当たってね、だんだんこうグレーになっていく。
ですね。それはそれなりにね、いい味だよって評価してます。でこういう見方が大事なのに、今、化粧品なんかはアンチエイジングってね、年取ることはいけない。そうじゃない。やっぱ年を取ることは基本だ。人間も、風景もそういうものだと思います。でそういう美意識はまさに日本に育ったんですね。後でサビの話をして。以上4つ。空間、景観、自然、時間は全て普遍的なの。世界中の天文。ところが日本はそれを特殊に発達させて、縮景、借景、樹景、サビというもので特徴を出した。これが大事なんです。いいですか？私は皆さんの建築は素人ですけど、建築でも環境でもそうだと思う。ね、特殊な、あるいは特徴のあることがあるけれども、ベースは共通ですよ。人間はみんな人間ですもん、世界中。緑が大事だというのは、これみんな世界中同じ。ただ、どういう緑がっていうと、国によって違うんですね。日本の原風景は柿ですよ。今ちょうど色づいていて、ね、果物屋に美味しそうな柿が並んでますね。あの柿の色はやっぱりね、日本の色ですよ。学名にも柿というのがついてるんですよね。ラテン語なんだけど柿っていうのがついてる。その日本の独特の風景ですよね。それは韓国行っても中国行っても柿はありますよ。ありますけどね、日本の風景の柿。日本には明治以降3000から4000種類も柿があったと言われます。それは気候とか風の強さ、日当たり、山の向こう、沢の手前、あちこち変化によって全部種類が違った。そのくらい、まさに生物多様性だけど、個別にその土地ならではの柿というのがあったんですね。ふるさとの木なんです。でこういうふうにね、同じ植物でも、日本人はそれぞれの土地に合わせて味わってきた。で、その柿の色が何とも懐かしい。それを色を出せないかと、東光柿右衛門としては柿の色を出そうとしたでしょ。柿食えば金がなるのに法隆寺という歌を読む人もいますね。これは個別性なんです。普遍性と個別性というのはそういうふうに両方全てにあるんです。今までそうですね、学校の先生と大体差別化して違いだけを強調しましたね。日本人は特別だみたいな言い方をする。これもナショナリズムを書きたけすぎちゃうしね、まあ、ノーベル賞なんかもらうと日本人は優秀だと、物理学が一番得意、建築学ってのも言うじゃないですか、ね、確かに優秀でしょうね。物理学はたくさん取ってますからね。だけど私みたいに農学から言うとね、農学にはノーベル賞なんかないんですよ。ノーベル農学賞ってないんですよ。建築もないね。普遍性がないからですよ。物理学なんてのは、なんでって言い方してるんだけど、ね。どこだって同じですもん。医学もそうね。人間の体はみんな同じだもんね。白人でも黒人でもね。病理学とか生理学やればみんな同じ。とかね、農学、まあ、建築もそうだってそうですよね。応用感覚ですからね。風土が違えばまず違うじゃないですか、ね、石造りになったり木造になったりするかもしれない、土造りになったりするかもしれない、ね、日本の近代はおかしなことばっかりやりましたよ。建築はだって六屋根ばっかり使ってきたじゃないですか。学校建築って言うとみんな六屋根、あんなの地中海の雨の降らない気候でしょう。こんなに雨が 何百ミリも降るところで傾斜しなきゃ雨漏りしてしょうがないじゃない。なんであんなものを憧れたか、まあ、もうとにかく欧米のものは全ていいっていう考えだからでしょ、ね、だから自然風土が違うと違うんです。農学なんて最たるものなんです。牧草で酪農を中心にするところと水田を使う、水田でやっていくっていう味を申すんではもう全然違うんですよ。栄養繁殖でいくか、ね、栄養繁殖っていうのはボディでいくか、種子でその実で勝負するかって全然違うんです、農業っていうのは。だから実を膨らませるのとボディの葉っぱとか茎だけ大きくてもいいっていうのは違うんですね。そういうものが違うから普遍性はない。まあ植物そのものには普遍性あるんですよ。植物の研究、葉緑体の研究とか分子生物学みたいな世界中共通ですよ。だけどそれを応用して生産して、最後食文化までつなげる話になるともうこれは完全に違うんですよ、ね、だから学問にはその普遍性を追っかける部分と特殊性を追っかける部分と両方のバランスが必要なのね。それが一方だけ違いばっかり言うから、私があそこに「縮景空間」「縮景景観」ってこう書いたのは、
普遍性も意識しながら特別性というかな、そういう特性もキャラクターもちゃんと両方考えていきたい、そういうことです。もう一つは技と心ということです。技っていうのは技術ですね。技術はまたこれ技術ばっかり考えるんですよ。だけど人間っていうのは心を持ってて、その心を忘れちゃいけない。日本庭園は何をやったかというと、空間を囲って、あ、もう次に行きましょう。あ、これ省略。はい。もういきなり絵でいきます。はい。まず空間を囲うんですね。これさっき言った私が新宿御苑でずっとやってきた。カップルの分布を調べてみました。これ一点が二人ずつ言うんですけど、フォレストエイジといって、これ林園部ですね。それに7割か、つまりいます。それから囲むってことの意味ですね。はい。で、囲み方がね、これは銀閣寺のアプローチの囲みですね。石垣になって、竹垣になって、池垣になる。これなんかは両安寺ですが、ただのこの低い、透ける垣根しかない。高いのと低い、低いのと、こんなに違うでしょ。囲むこと一つでね、空間の質がガラッと変わるんです。これは、京都の財政院の南の庭なんですが、これ二段垣ってなってる。一段の生垣で囲まれた空間のつまらなさと二段の優雅さっていうのは明らかにあります。こういうふうに日本人の知恵っていうのは、もう素材は竹とか木とか当たり前のものなんだけど、微妙なアレンジで本当に豊かな空間を作ってきたんですね。はい。私から言うと、もっと大きなこの盆地のような山っていうのは、ある種の囲みです。囲みね。ですから、大和は国の枕場、刀塚青垣、山こもれる大和しぐらし、大和たけるがふるさとを呼んで歌ったんですが、刀塚青垣、山こもれるですね、山々が重なってくると、そこにある囲まれた安心できる世界ができる。これがミクロコスモスなんです。京都とか小京都と言われる町はみんなこういう構造を持っています。はい。で、そういう囲った中に理想を作ろうとした、これが出家ですね。富士山と水前寺の富士山です。見ればわかるでしょ。本物の富士はあんなにね、とんがってないんですよ。裾野がほんと長くないんです。ところが庭園はトップをぐっと引き上げて、裾野を緩やかに長くするんです。これでよっぽど富士山に見える、つまり本当の富士より富士らしくする。これが庭園庭の技術というものです。はい。これは天の橋立てですね、日本三景。この丹後の宮津というところにあります。これは、この殿様のお嬢さんを、八条の宮を嫁さんにもらったのね。ここにこの天の橋立てを再現します。正金亭というお茶室の目の前ですからね。はい。ね、昔の宮様はさすが嫁さん思いでしたね。もっともね、持参金がすごく来て、それで、まあ、八条の宮は桂力が作れたんですよね。あと加賀のお嬢さんももらった、ね、金沢のね。これは柳川、福岡の柳川にある松濤園ですね。これは松島の風景、ちっちゃな池なんだけど、そこに石いっぱい入れてね、そこに松を溶けてる松島、これ出家です。簡単でしょ。はい。大自然からモチーフもらって庭園を作っています。はい。意外としなかった。じゃあもう一つ、これ中国の成功。私は先週まで中国のちょっと上海のエコアイランドのシンポジウムに行ったんですが、2日だけ余分にこの講習行ってきました。まあ毎年行ってんですが、この講習もなかなか面白いところなんですけどね。あの橋ですね、南橋という橋ですが、あれは永波橋、古江橋の真似です。これは広島の出家園ですけど、全部この中国の広州の風景を題材にしています。はい。これは式内園、沖縄です。これも同じ、日本の庭園は結構国際的なんですよ、ね。はい、どうぞ。成功ですね。これはちょっと省略。あ、ちょっと待って、元にして。やっぱ建築の皆さんは知っておいてほしいな。これはね、私はいろいろ調査したの。小石川の後楽園の見られる風景と見る風景って言うんですが、橋とか東屋とかいろんなものなんでしょ、庭園の中にはね。まあ、これはほとんど現実世界の出景ですから同じものがあるんですが、橋とか
建物はね。それがね、この建物から橋を眺めると、橋に乗ると今度は橋から建物を見たり、見られるだけの風景とか見るだけの風景はありません。全部見る場所が見られてもいいようにできている。この見られてもいい建築っていうのを考えてほしい、ね、自分が住むのにはいいけど、もうよそから見ると周りと調布調和でみっともないみたいなのやめてもらいたい。ちょっとそれだけ言っとこうと思いました、はい、これはね、雪舟です。雪舟っていう人は実は中国のさっきの広州に留学して、絵の勉強してきた人なんですね。広州をついでに言うと、曹洞宗の道元という人も、広州の常寺禅寺というお寺で修行して帰ったんですよ。で、もう彼はね、これはもう僕の説なんだけど、秋吉台の風景ですね、ああいうカルストの。それを上映寺に作ったと思います。もうまあ完全に自然、まあ、画家だったら当然ですよね。はい。面白い風景を定義してみようと思うでしょう。はい。これはさっき、はい。これも裏山にね、石の上に石が乗ってる風景がいっぱいあるんですよ。タブーだって言ったんですけど、この石の上いたりね、あの石の上に石が乗ってるのは、日本の職人芸から言うとタブーなんだけど、ここの土地ではタブーじゃないんですよ。自然の中にいっぱいあるんだから。はい。はい、いいです。これは多摩川、河合玉堂の美術館があるんですが、私の大先輩、中島健さんというのが作った建物は吉田磯屋の建築です。これは目の前にある川、上がそうなんですよ。あそこから石を上げて、置いて枯山水、もう現地調達の最も廉価版で庭園を作れるんですね、はい、次は借景。庭園は中に今言って理想世界を作りますが、その次に外との関係を結びたい。これは岡山の後楽園なんですが、ここから見ると多宝塔というのはあの三沢山の麓にありまして、それはなんとお寺があったんじゃない、池田の殿様はですね、後楽園の中から見てて、なんかあの辺に建物欲しいねっつって、それで多宝塔を先に作らせて後からお寺になるんですよ。外の風景を取り込むっていうテクニック、これが借景なんです。はい。一番わかりいいのは龍安寺。龍安寺っていうのは今緑で覆われててこんなもの見えませんが、男山八幡宮という、岩清水八幡宮と思いますが、京都あるいは日本にとって最も古い重要なお宮です。それを拝む場所が龍安寺なんです。ですから緑の山を拝むための手前は白い砂に敷いておく。そのコントラストで明快だからです。実は借景庭園だったんですよね。この手前に木いっぱい植えたらあの緑が目立たないでしょ。今はマンションがいっぱい見えるから木を植えちゃったんです、はい、桜島山ですね。鹿児島の仙外苑、まあ、磯庭園というのを言いますが、島漬けの庭園は何もないんです。この庭はほらこんなんだった。だってあれが主人公だもんね。主人公を考えたら手前にやたらめったらいろんなことやっちゃダメなんですよ。外がメインになる。これが単なる眺望じゃなくて借景という考え方、外を主人公にしてしまう、はい。これはこの橋とあの紫雲山という紫の山の稜線を見てください。これが立林公園のやり方、外の背景の線とパラレリズムというのをやる、はい。これはここに陽炎の灯籠というのがあって、見つかった人、目がいい人って、このちょうどこの真上ぐらいにあるんですが、新清水寺の下30センチぐらいとかあるでしょ、灯籠があるんです。あれよその敷地なんです。向こう側の谷の向こう側の山の中腹にね、灯籠一本置いてきちゃうんだと。あの山頂きって、ね、これ頂きって方法です。これでグッとスケールが出る。これは京都清水寺との有名な舞台作りのお寺の本舗、本部のお寺の常住院の庭なんですけど、この灯籠とあの取ってくって引っ張る、はい。こういうテクニックが昔いっぱい発達したのにね、現代都市はほとんどこういうことやってない。逆にそういういいものを全部隠しちゃってるんですね。水戸の偕楽園はこの高文亭という3階建ての建物があって、この庭の中には池がありません。なぜか外に千波湖という池があるから、池というか湖がね、それをメインにしてるんです。だからずっと千波湖の中を土手を伝わって、さっきの中国の成功の成功設備というのを伝わって、この建物の下、これずっとこれの3倍ぐらい深い下から上がってくるんですが、真っ暗な杉林を通って、そしてこの3階まで上まで上がるまでもう真っ暗いところを通る。3階上がるとバーッとパノラマが広がるという、こういう演出です。これが借景というです、はい。
はい。これは東山。はい。これはね、コロンビア大学のあのスカイラインもこっちの椿山荘のあのニューヨークが石組みでやったの。これも、わかりますかね、後ろのあの、こういうのをね、こっちに合わせたわけ。はい。同調させると手に入れるっていう。はい、今度、樹形、樹木との関係ですね。まあ、こういう形を作るっていうのは人間の本性ですね。人間の思い通りにすることを芸と言います。はい。で、芸は、ここに書いてあるように、芸は害に通じ、人間の意思によって形作ることです。皆さん知ってるのは園芸、農芸、通産、あるいは工芸、クラフトも、みんなそう。芸っていうのは人間の意思表示なんですね。自分の思ってることを形にすること、これが芸。だから文章で表現する人は文芸というんですね。村上さんが話題ですけどね、そういうこと。みんなカルチャーです。人間化することです、カルチャーっていうのは。人間が耕してね、自分のものにしていくこと。ですから、コミキ、作り木、刈り込み、トピアリ。トピアリは外国ですが、こういうのをそういうふうに言います。コミキっていうのは、これは室町時代ですか。作り木は江戸時代。今は刈り込み。コムっていうのは、これに手をつけると、いけない、今はいけない言葉ですが、手ごめにする。女性を男性の思い通りにすること、手ごめにするということですね。人間の思い通りに形を作ることを、コミキ、作り木、神子と言いました。これはどういうことかというと、自分の思い通りにするためには相手を知らなきゃいけないんです。だから樹木が困るようなことをしない。木が枯れたり折れたり腐ったりするようなことをしません。その植物の良さ、例えば皆さんはカシの木ってのにして、カシっていうのは硬くて柔らかいんです、ね、ちょっと言い方が通じないかもしれませんけど、硬いんだけど曲げる力は曲げても大丈夫、折れないんです。そういうふうに植物にはそれぞれの特色がある。それ全部わきまえて盆栽でも何でもやってる。これ素人は盆栽なんてとんでもない、植物をあんなにいじめてって言うんですね。そうじゃない、いじめるためには自分ちゃんと相手が死なないようなことを分かってやってるんです。つまり現代人はそういうことを批判するのは植物何も知らないってことです。平気で盆栽なんてやるのかわいそうっていうようなことを言ってるのは表面だけの人なんです。言わせればちゃんと全部相手を理解してるんです。そうしないと盆栽なんかやれないんですよ、ね、樹芸っていうのはそのくらい深く自然を理解する、そしてその自然と付き合う、そういうノウハウを持ったってことですね。もともと農学はみんなそうなんです。ホーティカルチャー、アグリカルチャー、アクアカルチャー、みんな自然を破壊する破壊するって言うけど、まあ、確かにそういう部分はないとは言わないが、本来はこういうもの、相手を十分に理解してそれを踏まえて長い付き合いをする。長いっていうのはサスティナブルじゃないと困るんだから、今年もお米いっぱい取れても来年からゼロになったらアウトですからね。ちゃんと持続するように考える。はい。まあ、こうやっていろんな樹形を考えたり、はい、道具も作りました。はい。うん、これは小堀演習という人の若い頃やった、岡山の高橋にあるお寺ですね。はい。さつきっていうのはせいぜい30センチくらいのものが、いつまでもこうやって400年経ってもこれですからね。いかにコントロール上手にやってきたか。はい。石川定山の四川道。はい。はい。ちょっと省略しまして。これは、滋賀県離宮です。紙のお茶屋っていって一番上にある、これは人工のダムなんですね。これはダム緑化です。ダムは石垣で作られてるんですが、その前に池垣を植えて、ところどころ木を植える。一つの大刈り込みというのがある。手前の田原田もそう。これ全部風景なんですね。ゴミの情報はこういうふうに、遠くの比叡山を眺めるという眺望から、手前の棚田の風景や、そしてダムのいやらしい、その人工景観を自然景観に置き直してしまうという大胆なことをやっています。はい。あと、樹芸のもう一つの特色は、露地の庭です。京都なんかの浅間の庭、露地、この家元の露地に、本当に濃いです。これね、実測図見ると分かるんですよ。ものすごく本数が入ってるんですよ。つまり過密植栽です。なんでこれがいいんだろう。だってこんなに過密にしたらね、もう日が入らない、風が通らない、もう最悪の環境になるはず。ところがそうじゃない。
茶庭っていうのは市中の産業と言いますから、町の中の山でしょ。山だから木は多くなきゃいけない。種類も本数も多くなきゃダメなんです。だけどそんなに多くしたらさっき言って困るっていう字になっちゃうでしょ。なぜか、これは透かしという技術よ。皆さんも床屋さんに行くと、こう串みたいなハサミがあるでしょ。で、密度だけ落とす。ね。これはね、そう透かしという技術で、本数と種類はたくさんにしておいて、でも風通しがいい。つまり表面だけ葉っぱがついても懐がほとんどないような木の仕立てをしたってことですね。これもさっき言った樹芸の一つ。はい、これはね、葛城木なんですが、葛城はですね、有名な洪水上昇地帯です。桂川が氾濫するのはしょっちゅうありましたからね。そこで周りを竹林で埋めるんです。さらに、桂木っていうのはだから高床式でしょ。だからあれは水屋です。もう洪水がいつ来てもいいように高くしてあるのね。でもね、ドーンと洪水が来たらやっぱりやられちゃいますよ。ね、それでこういう水性こう水の勢いを止めるための竹垣でぐるっと巡らしてるんです。水がぶつかってもここで柔らかくなってゆったりした水が入ってる。醤油剣を詳しく見ると壁にねこうやってスーッとシミがあるんですよ。間違いなく洪水で使ってたってことですね。だけどなかなかでしょ、竹の垣でちょっとこのキャンパスやってみられたら面白い。あの上に中を入れて逆にボルトの横に編み込める、生きた竹が見える。これ大変だよね。普通のうちでやるとこう竹が開けてうちも割っちゃうからね。はい、もう一つ覚えておいてほしいのは、日本人の植物に対する意識です。上はですね、佐藤春夫のため息っていう長い詩の一部です。柳の芽は柔らかく吐息して、竹高く若き五道は触れたり、杉は暗くして消しがたき優秀を秘め、椿の葉、火の光に激しくすすりなくと書いてあります。柳ですね、柳の芽は柔らかくて、こう、吐息してるようで、背の高い若き五道、五道というのは青霧なんですが、青霧というのは幹まで緑色したね、非常に青若々しい青春の木ですね。だからやっぱ青春の若い青年のようにまっすぐに伸びて、まっ直線でね、曲がったことがない木だです。で、憂いてるようで、そして杉は消しがたき優秀を秘めるし、椿の葉は照り葉ですから、キラキラ輝くんですね。それが激しく吸い泣いているようだ。つまりこれは4種類の植物に感情移入してそれのイメージを引き出している。植栽デザインというのはこれが基本なんです。今のビルの外構とか都市開発でやっている機能の使い方はもう私から言うと最悪ですよ。もう全く植物の構成なんか分かってない。ボリュームとしてただ掘り込んでるだけ。ビルの延長の直線にただグリッドのところに並べてるだけ。あれはもう苗木植えてると同じですよ。植物の構成っていうのを全然使ってない。そう思いますね。中国でもこれは双脚症、さよなら。これはウェルカム、計画症ですね。樹形から来るイメージを大事にして。住民大改造でも何でも入り口にこの双脚症が描かれてるわけですよね。それぐらい植物と人間は深い関係があって、人間と同じように見てきたんです。はい。こういうことのものの見方が大事。もう一つこれも言いたいことですね。日本の伝統的植栽技術ではこういうのがあるんですね。天地人、心素へ耐えています。何が大事かというと、今言ったように、ピーター・ウォーカーさんみたいにね、アメリカ人がやたら日本で余計なことやりすぎるんですよ、私から言うと。ね。砂漠の国でやったようなデザインでランドスケープやってもらっちゃ困るっていうのは私のナショナリズムって。つまりね、ただグリッドで植えるっていうのはバカでも植えられるんですよ。ね、埼玉の副都心に、これはちょっと仲間だから言いにくいけど、ピーター・ウォーカーが指導してたら悪いんだと思ってね。欅をずっとね、グリッドに植えたんですよね。で、その時、埼玉の植木は泣いたんですよ。そんなね、高さも枝張りも、樹木のこの、幹回りもね、同じのを揃えろって言って、植物をって同じのにって言ったら何ですか。工業製品じゃないんだよ、ね、それぞれの構成を生かしてこそが造園技術なの。昔のこれはこういうこと、
芯っていうのは松ですね。松2つだけど、松1本、例えば私が松ね。だから私はもう足りないところがいっぱいあるから、家内が補ってくれる。だってこういうの硬枝って、こっち枝が伸びてるから、こっち枝ないの硬枝。その場合はこっちからこう添えるっていう、ね。あいおいの松っていう言い方をしますが、メインに足りないものがあったら補うんです。で両方で一人前にするんです。そしてそれをより強調するために手前に緑、エバーグリーンに対してコントラストで変えて柔らかく赤く紅葉するね、ものを。ただに奥行きを感じさせるために神輿として桜を植える。足元を固めるためにキャラボク、ツツジを植える。つまりですね、一つ一つの材料の本当の姿や、あるいはそれの足りないところを補いながら、コンビネーションで一つの風景を作るんです。これが本当のデザインというものですよ。ね、工業製品をただ片足から並べれば、CAD でくっつけていけばデザインになるなんていうのは、私から言うとデザインじゃないんですよ。本当の能力がないから。つまり材料を見る目がないから。ね、そして一つの風景。でこういう逆三角形でできた風景は平面でも立面でも逆三角形。これを繰り返していくことで、どんなに広い世界でも全部こういうふうにして、ナチュラルな風景を作れます。そうでないとつまんない並木になってしまう。はい、並木もいけないと言わないよ、場所によって。だけど、こういうのがあるってことを忘れないでほしい。植物に規格を与えて、これ以上、これよりの短いのはダメだの、太いのはダメだのなんていうのはナンセンスですよ。ね、人間に対して言うと同じだよ。お前太りすぎだからダメだとか、細すぎてダメだとか、低すぎてダメだ。低いものと大きいもの、いろんなものを組み合わせてチームを作る。人間の能力もみんなそうでしょ。計算能力もある人もいれば、イラストを表現するのも前にもいる。それを組み合わせてチームっていうもんでしょ。その自然素材というものの持ち味を生かすっていうのは本当の生きたランスケープの作り方です。はい。はい。まあ、風雪に耐えたこういうものを感じる能力は、私はやっぱり子供には無理だと思います。子供は動き回る動物の方がやっぱりいいですね。すぐわかるね。こういうものはですね、見る側に見る目がないとダメなんです。つまりこういう姿に、さっきの一つ松のようなものに、長い時間の持っている味わいというのを分かる能力がないと無理なんですね。だから見る側、さっき大見発見の時も言いましたが、見る側である我々自身の素養を高めるということも一方で考えていかなきゃいけないんでしょうね。はい。さあ、最後は時間です。これが一番。はい。時間、はい、時間にはですね、いろんな時間があります。分単位、飛び石というのは一歩一歩こう歩きながら進むという時間ですね。それ、まあ、そういうのでいろいろあると歩くことから始まって、はい、ちょっとさっき言ってみましょう。これは歩くんですね。路地ってこんな狭い家と家の間の狭い路地でも歩き方を考えて一歩ずつ踏んでいく飛び石をデザインすることによって非常に豊かな空間になりますね。だから大きければいいってもんじゃない。狭くたって上手にやればいくらでもできるんですね。はい。それからもうちょっと大きな時間が朝とか夜、あるいは高シーズンの話です。さっき言った小小発見、これが大見発見のもとですけども、上の2文字は場所あるいは地名を表します。場所ってことは地形の変化でもあります。山だったり海だったり川だったりね。そして下の2文字は情景を表します。それも春夏秋冬朝昼晩っていうのをみんな入ってます。雪の風景、気範っていうのは漁師が帰ってくる風景。つまり人文的景観も入っています。つまり人間生活の全てがここに表現されているわけ。つまり場所の重要性、その場所性ですね。この場所だからこういうものが味わえるねっていうことを考える。少々の矢を、大倉の矢を、あるいは続きが丘の矢を、ね、夜の雨なんてどこでも降るんだから。だけどここだったらあそこの夜の雨はいいねって言ってるわけですよ。ね、まず現代人はまず夜の雨嫌いさ。だからドーム作るんだから。ね、いつでもイベントやれるようにドーム作っちゃう。地下街が発達する。もう夜の雨なんか大嫌い。ね、で夕日を見るなんてこともほとんど忘れてるし、晩鐘鐘がゴーンと聞こえるっていうのの音の豊かさ、サウンドスケープを味わうことも忘れました。だって騒音でうるさくてしょうがないよね。だけど本来はこの八景にあるような環境要素の全て、
環境条件の全てを味わうというそういう優れた感性を我々持ってきたってことですね。それをもう一回味わえるようないい環境を作りたいものだと思います、はい。で今の時間は朝昼晩とかフォーシーズンですが、もっと長い時間、それがわびさびです。さっきも最初に申しました大井慎太郎さんが、こういうのを昔々書いて、私がこのグラフにアレンジしました。大井さんは普及世界風土としての日本という言い方をしています。温度と湿度が高いとですね、物は腐ってしまうんですね。温度と湿度が高い、その一方だけが高くて一方が低いときはカビるんです。それ以外は何でもありません。で日本はここから札幌までね、ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルス、ロンドン、パリ、ベルリン、ベルリンに至ってはほとんど半月かびるだけで何でもない、変化しないんです。なんか腐らない世界ですね。ところが日本は上はもう半年以上腐ったりかびたりするんです。実際に全て腐ったりかびたりしてるでしょ。だけど植物から言うとこの腐るほどの豊かさっていうのは根を伸ばしてね、粘りというのを作ってくる、苔むしてくるんですね。はい、次これがそれです。西方寺の苔、石組みの枯山水の石のこれは風化と苔ですね。これが時間を味わわせます。もう一回戻ります。これは理学者であります河野さんはですね、ここに書いてないかな、書いてないようだけど、錆っていうのは何かというと、時間の変化によってそのものの本質、あ、ここに書いてあるな、錆とは時間的経過によってそのものの本質が表に現れること。私はこれはその通りだと思っていますね。だから生命力は粘りといって、さっき言った根が張ってこう盛り上がってくるようなものに現れるしね。だから苔が生える、はい、もう一回次の苔はですね、西方寺というのはもともとですね、無双国師がやったことになってますが、それより昔から江戸時代というお寺があったんですね。住所といなくなって無住になります、荒れます。白い砂が敷かれたのがだんだんもうほったらかしになって苔が生えてくるんです。今や苔を評価してこれを守ってる、でもこれ荒れ寺の象徴なんですよ。しかし我々はこれを苔寺として賞味して鑑賞しているわけ。これはすでに白い砂を敷いて、ここにいろんな建物がいっぱいあったんですけど、その造形の美しさではなくて、もう苔むす時間の美を味わっているということですね。石灯籠でも何でもそう、石の灯籠っていうのはあれはプロポーション論でできている、ルート2ルート3の符形でこう全部黄金分割できます。だけどわらび手といって傘にぐるぐると巻いても割れたりね、苔むしたり、色のヴィーナスに苔なんかつけないでしょ。色のヴィーナスは異物だけど、それちゃんときれいに払って美術館に展示するわけ。色のヴィーナスのこの脇の下あたりに苔生やすと面白いと私は思いますが、あれは造形を味わってるからですよ、形、空間を。しかしここでは時間を味わうから苔を尊重してるわけ。これがですね、日本のわびさびです。つまりエイジングの年を取ることの美しさ、それを表現している。兼六園という名前はですね、あそこに書いた6つなんですが、2番目に人力倉庫という人力優れしは倉庫となし、倉庫っていうのは時間の美なんですね。人間が作ったものはどうしても新しくてね、まあキラ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 してる。しかし落ち着いて古い味わいはないな、ね、広大湧水、水泉眺望、みんな同じ、水があるところには眺めが少ない、谷間だからね。6つ兼ねてるのは名園だ。これが兼六園の名前です。これは落葉名園記という中国の方に書いてあるんですね。だからこの時間を感じさせるってことは重要な名園の条件だと。私はこれは今だって建築でも都市でも同じだと思ってますよ。本来人間という生き物が生きる環境っていうのはそうでなきゃいけないと思う。はい。大げさにで喋りましたが、2本立てにするにはちょっと時間がなくなってしまった。これで終わるかな。はい。はい、もう、これ4時40分。あと20分ある。はい。ちょっと景観の入り口だけありますか、はい、ちょっと世話しく喋りすぎて聞きづらいでしょうね。何か質問がありますか、今のところまで。いいですか、何か後で懇親会があるそうですけど。あ、はい。
でも、はい、多少時間はあの5時過ぎてもそうです。そうです。そう、始まる前に20分以上来ましたね。はい、それじゃちょっとですね、せっかくだから風景論の話を少し、はい、昔のですが、はい、どんどん急ぎましょう。ランドスケープっていうのはですね、もともとランドっていうのは土地や自然のことですね。スケープっていうのは端から始まって全体のことです。ですからランドスケープっていうのは土地や自然がベースなんですね。まあ、そこが基本的には建築と違うかもしれません。はい、それで私はずっとその建築との対比の中で全体像を目指そうとこう思ってきました。でその中で一つの立脚点は、人間は生き物だっていう観点です。まあ、生き物であることは誰もが認めているでしょうが、意識はしませんね。多くの方は人間は動物と同じ生き物だというふうに考えないんですね。だけど私は人間は生き物だということは、環境があまり変化するとダメだと。だ、安定環境論とか安定空間論、景観についてもそれを思っています。全体が安定することだと、変化する、大きく変化すると大変だというじゃないかと、こう言って、はい。で、そういう目でものを見るとですね、ここにあるように環境が安定するにはマクハンのデザインズネイチャーみたいな考え方とかね、景観は生きられるべきだというアプルトンの考え方とか、そういうものも大事だと思います。はい、で、そういう目で景観を見ていくと、このスタビリティというのをどうやって作るか、はい、はい、どうぞ。で、あ、これもまあそうですね、これはヘンリー・ドレフィス、これはまあ軍事研究なんですけど、人間のコンフォートゾーンを書いて、あれ幅があるってことを一個ずつ、これは電気ですか、だから加速度、気圧、熱損失、いろいろ書いています。つまり ある幅でしかない。これは人間の生き物だからですよ。高温動物だから。あんまり環境も変化して困るってことですね。はい。で、その安定域で言うと、自然面率。これは昔の私の研究、グリーンミニマムと言います。300メーター面積を単位にしたときに半分自然面がいる。自然面が半分以上ないと、比熱が小さくなりすぎてですね、環境は変化してしまう。だから土とか水とか緑があればですね、暑くなってもそう暑くならないしね、降った雨もちゃんと染み込むし、そして蒸発を続ける。で、こういうことだと思ってきたんですね。はい、で、一方景観的には、これは王岐京さんという中国の現代の人ですが、彼の風水理論研究には風水のことを盛んに書いています。私はこれ昔からやっぱり道山の京都のことを考えると、どうしても風水ですからね、四因相応の地で考える。で、ここは廃山林水です。背中に山、風水っていうのはご存知でしょうけど、北山、鴨川、山陰道、それから小村の池、これが平安京の出方ですね。だからこういう場面を、こういうのを中国の人たちは都市計画に使ってきた。それは小型の住宅から村落までみんな同じだというわけです。これを天人合一の集落環境と言います。はい、で、そういうふうに考えると座標軸っていうのがあるんじゃないか。山も川もみんな意味があるというのが私の考えで、都市化線の座標軸なんていうのを70年代に書きました。はい、都市の中に川があるというのは意味がある。川は邪魔者だってみんな思うけど、そうじゃないんだ。さっき言ったからこれ省略。それで、例えば農家の風景を見ますと、これは防風林でですね、この防風防雪防火で物理的安全なんだけど、一方で家の風格、心理的安心っていうのがあるんです。私はこのバランスがいつでも大事だと思う。フィジカルなものに対してメンタルとかスピリチュアルなものを意識すること、こういうのはね、科学ではない、科学じゃないって言って取り上げないんですね。だけどそんなことはない。やっぱりここに一つの環境デザインの原点があると思います。はい、で、これは私の恩師なんですが、北関東の農家のサイトプランニングを分析したことがあります。これもみんな自然材と環境生活の調和を考えたものですね。持続可能な環境というのはこうやってできている。これ都市社会でだんだん崩れていくわけですよね。東北の海なんてのはその中にまだ名残が残っています。はい、で、これもさっき言った安定域、まあ、細かいこといろいろ調べました。家族連れとかアベック同士とかっていろんな環境という、どのぐらいの距離密度が園地の利用環境として好ましいかなんてことをやったりもしました。はい、
で、あるいは地下鉄に乗って始発駅でですね、最初にどこに座るかっていうのをずっと調べていくと、みんな端に座るんですね。やっぱ端が大事だと。ペーブメントの中にパターンが必要だってことも思いました。視野の中に一定の座標軸が入らないと落ち着かないんですね。はい。で、まあ、ここで安定景観論というのを、まあ、整理すると、生きられる景観であること、水の景観価値、全ての風景の中で、これはエルヴィン・ズーベという人が、全ての風景に水を入れるだけで景観価値は向上するということを言っています。水平は安らぎの線であり、垂直はストレスの線です。だから樹木の高さまでしか住むところじゃないというのが私の持論です。それからもう一つは地場材、地方の地方技術の重要性というのも意識しています、はい。これは工業製品で覆われたことに対する批判です。はい。はい。で、まあ、距離で物を見るってことは意外とないと思いますが、自然公園、国立公園の中には建造物を許可するときに、審査指針というのを作りました。で、それのもとを私が作りました。で、いろいろ調べてみますと、風景の中にある建物っていうのは視野に占める割合がまず問題、それから少し近づくと外の形、外形が形が問題、もうちょっと近づくと色、最後はディテールです。で、この全部でデザインになっているわけですが、その視点場からの距離によってどれを最も重要視するすべきかっていうことを考えました、はい。で、建物と今度はバックの自然の関係ですが、山と建物の比率あるいは位置なんていうものについてもいろいろ調べてみました、はい。それから高さですね、まあ、これは有名だけも分かるでしょう、はい。形、こういう逆三角形とかね、菊竹先生もこんなものを考えて、私は千代田区の景観審議会やってた時に、これだけはいくらなんでもひどすぎんじゃないのって、これ反対して潰しました。この唯一政府の作ったプロジェクトで指定されたのはこれが初めてだそうです。援護局で昭和館って今ありますけどね、はい、あれはね、靖国神社をこう拝んでる姿だって言うんですよ。菊竹先生もちょっと問題でしたね、最後は。まあ、私は風景っていう背景の方を意識しますからね。風景はご存じのようにずっと地の関係でしょ、背景と典型ね。だから背景から物を見ないんです、皆さん。だって自分でデザインした形、図で物を見るでしょ。だから図だけから言っちゃいけない、背景を意識しない。そうするとね、ああいう外形の形だっていろいろプロポーションとかね、背景との関係で調和関係はあるんですね、はい。どうぞ。で、これがね、話題になったんですよ。今度は色ね。私は景観審議会の会長っていうのはね、東ぐらいだったんですよ、東京でね。とね、すぐ色って言うんですよ、素人は。で、大体色彩の先生っていうのは必ず委員会入ってるんですよ。でね、もう関連的に赤はダメって言うんです。これ、イタリア文化会館ですよ。僕、いい色だと思う。これ、千鳥ヶ淵にあるんですよ。これ、新聞もこれ、ボロクソに言ったんですよ。私はちゃんとこれ見てたし、そんな悪くないんじゃないの？もう。これ、マンセル地で打楽をやるっていうね、場所柄もわきまえず。普遍的に赤を見ないといけないみたいなのはとんでもないですよ。これマスコミのもう不勉強そのもの、はい。それからこれはディテールです。どういうふうに壁がどのぐらい見えるっていうね。はい。で、まあ、ここからは造園屋的なんですが、こういう、これはマクハンが言ってるんだけど、この、ランドスケープアブソープションと言っています。景観のいやらしいのを吸収することができる。今私は新宿の景観審議会長もやってて、国立競技場が大変なんで、今資料が入って、来週やるんですけどね、困ったもんですよ、ああいうの出てくる。ね、それをね、日建設計の方たちはね、もっぱらね、木を前上でいいんじゃないのって言ってるんです。70メーターなんだよ、高さ。木の高さはどう考えたって30を超えないんですよ。ね、それをなんとか木でごまかそうなんていう、その分じゃ穴でも掘れって言いたくなる。ね、木の、まあ、景観吸収力ってあるんですけどね、いろいろ基礎調査はしました。はい。から右左の問題、空間の違法性。これ庭園でやると明らかにね、右の方が人間の目ってのが大きく見えるから、右を小さく作ってるんですけどね、まあ、そういうのがあります。はい。ちょっとこの、なんかこれ、この、ちょっと違うパワーを出して背景との関係。
パラレリズムですね、背景の山との関係でいろいろな問題でやって実験したのはこれですが、やっぱり明らかに背景との典型の関係ありますね。国立競技場の内藤さんの反論があって、内藤さんはなかなかいいこと言ってるんだけど、彼の岩崎千尋美術館なんか見事に後ろの山とパラレルですね、闇が、はい。さあ、ここから私の言い分だったんだ。ここが、彼が本当最初。これは風景デザインって私の本なんですが、私の景観論、三段階論になってます。景観っていうのは普遍的で、人間なら誰でも同じに見える。赤いものは赤く見えるし、高いものは高く見える。ね。これ景観論、ビジュアルです。しかし風景論になると、さっき言った柿の木は日本人にとって特別の木なんですよ。これ民族によって違うんですね。これ風景論。まあ個人によっても違う。それからまあ最後デザインする。参加の話です。はい。で、こうやって分けて考えないといけない。で、この辺は簡単ですね。水平か垂直か。まあ水平に対して垂直が 1.7 倍高く見えます。都庁なんてもうやたら高く見えるんですよ。ね。さっきのビッグサイトみたいな逆三角形で不安そのものね。で、山のてっぺんにこうパノラマのレストランを置くんだけど、これ一番困ったものなんですね。大きいものを分けた方がいい、こういう当たり前のこと。あ、これはね、ここはあの関西知事会議で知事も分かる景観論でやってるんです。はい。それから関係ですね。これがまあ景観の最も根本だと思います。絶対的なデザインではないんです。相対なんです。背景が変われば同じものでも良くなったり悪くなったりするんですね。だからプロダクトデザインなんかはこういうボトルはこういうデザインにして、この高さとの関係、直径、プロポーションはこのぐらいがいいっていうのは決められますが、これが景観の場合はね、山に持ってったり海に持ってったり、東京持ったり北海道持ってったり違うんですよ、評価が。これが景観なんですね。だから絶対ではないっていうことです。だから海岸には吉津バリが似合う。じゃあ自然なら何でもいいかって言ったら、林内はロングハウスはいいけども、海岸にロングハウスでやったらおかしいでしょ。ロングハウスは森林のものですよ。そして風通しが悪いからあんなものを海岸に作っちゃダメですよね。で、海岸には黒松、山頂は赤松なんです。こういうふうに 場面によってみんな違うんですね、適切なものは。だからそこに合うかどうかが第一であって、この形この色ならどこでも景観にいいってものはないんです。そう考えてほしい。はい。色形もこの辺省略して、結局材料が同じだ、その土地からできたものならいい。まあ、単純に言うとこれ造園学的ですがね、緑は百何画、まあ、とりあえず下手な建築をみんな緑で積んでほしい。下手な建築って言っちゃいけない、建築家で言ったら怒られる。まあでも緑で積むのは一番やり方としてはやりいいですよ。ただどんな緑でもいいってわけじゃないのはありますけどね。私はこういうルーラルランスケープデザインの手法って本を書いたんですが、これはね、今の都市はね、これ横浜の田村さんからずっと僕が批判してきたんですが、アーバンデザインと称するものは全て工業製品で覆いすぎます。これ何から何まで工業製品、工場製品というのは確率的でしょ。その土地柄は考えないでしょ。白砂青松って言葉があるけど、あれは瀬戸内海の風景なんです。この間の事故で大勢70人も亡くなったように、広島のあれは真砂だからです。河口からの砂だからですね。だから逆に言うと海岸を覆うとそれは白砂で綺麗な海の風景になるんですよ。関東なんか黒いもん、黒砂ですもん。もう汚い井の頭の池だって汚く見えますもん。とか新神戸の駅前の川は汚い、水質相当悪いそうだけど綺麗に見えます。これ地質が違うから。だから土地によって全部違うってことをちょっと考えない。はい。もう一つ景観共通なのは時間ですね。これは姿勢、体の風景。李白の静夜思というのはですね、昇前に月光を見る。壇ノ浦はこれ地上の霜かと。つまり窓から月の光を見ると霜が降りてるようにこう月の光が青白く見えるんでしょうね。神戸を上げては三月を望み、神戸を垂れては故郷を持つ。ここです。神戸を上げたら三月を望むんだから、神戸を垂れたら本当は床が見えるはずでしょう。ねえ。だけど故郷を思うんですよ。つまり人間は姿勢を顔を上げたり下げたりすることで、ただ見えるものを見るんじゃなくて内面に入ってしまう。それが人間の凄さですよね。神戸を垂れると、ふるさとを懐かしく思い出すんですね。それが人間の凄さで、
そこまで考えた環境デザインが欲しいものだと思いますね。歩き方、街を歩くっていうのは、このレジャーウォークがやれるような街であってほしいですね。銀ブラっていうのは我々の時代は有名なんですが、ゆっくり歩ける。フレンツェの街でも何でも夜、ぼんやり歩いててもとても楽しいです。そしてショーウィンドウがよくできているからですね。このそぞろ歩きが可能な街をどうやって作るか、そういうことだと思います。はい。で、次は風景論。まあ、ここからはですね、やっぱり人間というものにこう注目したのが分かりいいと思います。私は原風景論というのを研究室にいる学生全部書かせました。やっぱり自分が何に感動したかというのを一回自覚しないとダメだと思います。原風景というのは子供の頃の、その学齢前後の幼い頃の環境を描いている、あるいは人間関係ですね。仲間とか家族とか友達とかみんな入っています。風景だけではありません。しかしそれが大きくそれぞれの人の感性を作っています。自然観とか風景観とかありとあらゆるものがそれにある程度影響を受けています。でそういうものを一回見る。でこれが個人の原風景。しかし民族にも原風景があって、さっき書きの距離。人類の原風景はオアシスだってそうで、緑がないと生きていけないから緑を見ればホッとする。日本人は柿の木を見るとホッとする。そういうものがあるわけで、そういうものが長い歴史の中で集団表象になっていきます。西洋ではそれをパラダイスとかアルカディアとか、あるいはニューヨークのセントラルパークはパストラル、田園を表現したものです。一方、東洋では蓬莱山とか普陀楽山、あるいは先ほどの極楽浄土のようなものを描きました。これは決して単なる空想とか無想ではありません。自分たち人間が求めるものを映像化したものだと思っていいんですね。ですからそこには加わった形や条件というのはある種の普遍性を持ってて、風水というのは後ろに山を築いて建物を居住があって前に水面を持つ廃山林水です。で後ろには七竹林、トゲのある竹を植えて、変なものも来ないようにする。そして後ろ背後がフォレストエイジで囲まれているとここに住んでいるのは落ち着くんですね。で前方は広々としていますから、どこから怪しいやつが来るかがすぐ分かるというわけです。これが中国の山水画になっていくわけです。景観論と空間計画は全くイコールなんですね。でそういうものの背景にはその国の風土がある。東アジアの風景論が大事だという点です。はい。で風景を解剖してみるとすぐ分かる。地質、地形、水系、植生、地理、歴史、気候的にとりあえず分けました。これは重なって一つの風景ができる。逆に言うとこれ全部同じところは一つもないと言っていい。つまり風景はみんなここそれぞれの地域によって違うってことを言いたいんですね。もう一つはデタラメでいいっていうわけじゃない。昔景観行政の進めての若い頃を書きました。日本都市センターの研究会で、この時景観行政なんて言葉はもっとより景観なんてなんだと、景観なんてもうみんな人によって違うじゃないか、主観で違うんだから意味がないってみんな言いました。で私は それでやっつけられてからずっとこういうことをやり始めたんですね。そうじゃないでしょ、デタラメじゃないでしょ、ね、さっき言った地質は花崗岩で白砂青松、地形でいうと学園大とか希望が丘とかってやたら地名がありますね。東京に成城っていう町があります。成城大学があります。これは世田谷の中で最悪の土地でした。あれはあの下に北見という集落があって、これは江戸市発祥の地なんです。多摩川の水を敷いて水田が開いて豊かな牧草地帯です。そこの農家が5軒ぐらいで持ってた、どうしようもない土地が成城という町です。つまり茅刈り場でしかなかった。茅刈りが通じないかな、ね、つまり茅っていうのをこう刈った場所ですね。屋根なんかとかね、どうしようもない不毛の地が朝日新聞が都市開発をして小田急が取ってからね、そして高くなってます。これは前代は農業的土地利用、農業的土地利用では二束三文の土地が都市的土地利用になったら急に値が上がるんです、ね、自然条件というのはそういうものです。さて都市的土地利用になると何とか大何とかが丘が受けるんです。居住環境だから、丘の上は風通しも日当たりもいいし眺めもいい、だから受けるんです。だけど成城は長らく下水道すら完備してなくて汲み取りでやってましたよね。いろんな意味では条件は本当は悪かったんですね。
私が言いたいのは、地形一つとってもそこに人間っていうものとの関係が出てくる。農業だったら大地や丘は水が引かないから農業はできない。あれ畑ぐらいしかできなくて生産性の低い水田以下の土地なんです、ね、それが都市的土地利用になるとまるっきり変わるんです。それは川でも同じ、谷川と野川では違うし、植生は海岸地帯の照葉樹林、武蔵野のような落葉広葉樹林で全然違う。北海道は磯松と外松になります。全く違うんです。それをみんな一つにしてやってるのが行政というものです、ね、特に土木行政なんていうのは、ああいう太平洋岸の被災地でも相変わらずコンクリートの防潮堤を延々と作ろうとする、ね、それに固執する仙台というか宮城の知事も困ったものだと思います。つまり一つ一つの土地はみんなこういうふうに条件が違うという前提で街づくりをしないとダメなんです。今日のビラの最後に景観多様性と書いたのはそれです。ランドスケープダイバーシティ、自然環境の持続性はバイオダイバーシティ、生物多様性が必要なんですね。これは皆さんもお分かりでしょう。私はあと2つ言っても、本当に3つ言ってる。次は、人間の生き方を変えないとダメ。みんな同じ価値観で生きちゃダメ。ライフスタイルダイバーシティです。生活の多様性です。生き方とか価値観を変えてほしい。みんな同じだって、みんながオリンピックの選手になったり、みんながノーベル賞を目指すって困るじゃない。ね。ノーベル農学賞もノーベル建築学賞もないんだから。普遍性ない。だけど、それぞれの地域やそれぞれの国や民族にふさわしいものってあるんだから、それは一つの価値じゃないですか。だから建築家の中でも熊本だけで頑張った人もいれば、暮らしだけで頑張った人もいるわけじゃないですか。そういう人ももっと出てきていいでしょう。これは価値観の多様性です。ライフスタイルダイバーシティと私は呼んでいます。で、自然という土俵がバイオダイバーシティで変化に富んでいて、そしてそこでの生き方も多様になって、今里山資本主義って本が売れてますが、ね、マネー資本主義で経済市場主義の金融資本のああいうものじゃないもう一つの経済があるんだってことを示したとても大事なことですよ、ね、私はこれはエコノミーのダイバーシティだと思っています。ですから、あと景観のダイバーシティっていうのはそういうもの全部が形に現れるんです。人間の生き方が表に現れるのが景観です。大正12年に関東大震災があって、その後都市美協会というのができて、そこの標語にですね、こういうのがあります。都市の美醜は市民の心って言うんですね。都市の美や醜も市民の心の表れである。景観というのはですね、人間の生き方や暮らし方、あるいは経済活動の在り方、そういうものが形に現れたものなんです。だからそれぞれがユニークな生き方をしてくれれば、風景がみんな違うんです。私はそれが大事だと思っています。芦原先生が昔、街並みの美学という本を書いて、景観を日本はバラバラでダメだって言った。私もその頃はそう思いました。ですから景観行政のいろんな審議会でそれに近いことを努力しました。しかしどう見てもこれは無理だということと同時に、本当にあれが正しいのかと思うようになりました。実は芦原先生はイタリアとかヨーロッパの景観論を軸に書いてるから、バロックのように統一した景観こそがいいと書いてる。だけど日本は東アジアですよ。混沌とした、あるいは迷宮性のある、あるいは界隈性のあるものにこそ楽しみや面白さがあるじゃないですか、ね、ウルグアイから来た留学生やってるドクターを見たんだけど、彼が何やりたいか、新宿の西口と東口の比較から日本の都市論をやりたいって言いました。そう、新宿駅は東口と西口と全然違う。東口じゃないか、西口と東口でいいかな。要するに歌舞伎町と都庁の、周りですよ、ね、全然違うんですよ。整然とした外交を計画的に作った。一方歌舞伎町は今いろんなことをやってますが、花園神社から何か含めて非常に界隈性のあるところですね。私はそれは その通りだと、外国人の目で見るとそうですよ。両方いいんですよ、私から言うとね。だけどそれはランドスケープダイバーシティだ。自然 の、 あの 地質から 見上げていってもそうですが、本来人間の暮らしというのはそういうものです。そういうふうに考えるとガラッと変わって、景観論は多様でいい。ランドスケープダイバーシティです。だけどダイバーシティというのは何でもいい、デタラメでいいということではありません。
さっきから言っているように自然の土地の形や植生やそういうものと人間の暮らしというものを重ねながら環境問題を認識しながらやっていく。そして最後時間、景観10年、風景100年、風土1000年。これは土木の武井さんという人が、考えた言い方ですが、これは私から言うと、まあ、中国のパクリですね。樹木10年、樹林100年なんていう言葉中国で普通に使われて、まあ、時間の重要性を言ってるんですね。これは正しいと思います。景観は10年でできるけれども、風景になるには100年かかる。風土になるには1000年かかる。だからエイジングの美であり、ウェザードの美である。そういうふうに思っています。はい。4時40分過ぎました。さっき5時まで言った。はい。もうちょっとだけ。これさっき言いました。はい。こういっぱいあるんですよ、日本産経から。あ、そう、これはね、どうぞ。これはね、さっき成功実験軽く言いましたが、結構大事なことなんです。公共事業に関わる人もいるからもしれませんからね。中国の広州の成功実験っていうのは、世界文化遺産に平泉と一緒になりました。で、それはそれまで私は、まあ、毛沢東の頃から中国にはたびたび行っていました。最初行ったら、僕は風景論で行ったつもりだったんだけど、水質が悪化するとしょうがないんだよ。水質どうやって浄化できますかって市役所にも聞かれましたけどね、実は成功は今はとってもきれいです。それはね、水をも入れてるんですね。だからこの周辺の湖岸には工業地帯をたくさん革命を作った、全部撤去というか移転させました。ですから今は完全に今観光都市として成り立ってるんですね。で、こういう風景が約1000年かかってできるんですが、どうやってできたか、洪水対策から始まったということです。これが言いたいんですね。日本の公共事業というのは基本的にはこういう必然性のある事業から始まってるはずなんです。ところが洪水対策でも交通対策でも公害対策でも何でもいいんだけど、それから始まった時にそれしかやらないのが日本のダメなと。彼らはそれをちゃんと美しい景観対策をやって、なんと、まあ、簡単に言うと風景になる、つまり風景学にしたんです。つまり美しく作る、そして詩人が詩を読み、画家が絵を描くような風景にしたんです。だから浙江大学をはじめ中国の大学の中で美術系の大学はみんな広州にあるんですよ。広州は美の都市なんですね。もともと宋の時代の都臨安っていうところから始まるんですが、その都の外にある西側の湖を西湖と呼びました。そしてその湖は三方が山で囲まれていて、絶えず雨が降ると洪水になります。だってこの水、水面はせいぜい2メーター弱ぐらいの浅い水ですからね。すぐ溢れて東側にある町を襲うわけですよ。そこでここの地方長官は、例えば、白楽天、皆さんに知ってますね、白居易という詩人、ここの知事だったわけ。後で出てくるのは外尾、蘇蜀、そういう詩人が次々入ってくるわけ、知事でね。で、彼らの仕事は何かというと、浚渫してこの湖の底を掘り下げて、そして洪水にならないようにすることです。さあ、その時掘った泥をね、普通日本ならこう小川に持ってって田んぼ作っちゃおうって干拓事業にしちゃうね。ここでは堤防を通しちゃったんですよ。白楽天が作ったのは白堤、外尾が作ったのは蘇堤、ヤンさんというのがやった時はヤン皇帝、今何本もあります。まあ別の言い方すると、土木屋なら頭いいよね。こう浚渫したものをずっと湖岸まで持っていったら、ものすごい労働量が多いよね。ほんとどこでこう土手にしてもよっぽど利口だ。そうやってですね、バイパスを作るわけ。町の方から向こう側の山まで、向こうにお寺とかいっぱいあるんだから、そっちつないだとかね、ああいうのが何本もできる。洪水対策、交通対策、だからここでは漁師が今もいますが、この料理で広州料理となって、例えば私この間もまた食べてきましたが、豆腐肉なんですね。これは豚肉 の角煮みたいなもの。これは外葉が大好きだったからですね。まあ、淡水魚 の料理がいっぱいあるんです。だから漁師がいるんですよ。で、漁師は海、湖全部動かなきゃいけないからね、土手ができるといけないでしょ。だからアーチ橋をかけるわけ。それが日本の広島の出家というのはアーチ橋のモデルになっている。内水面漁業でアーチ橋でしょ。で、土手には柳を植えるんです。洋流という柳があるね、涼しいから。で、風景にもなるでしょ。
と流浪の本毛というのができるんです。流浪というのは柳が生えてて、そこに波がちゃぶちゃぶ来て、そこに無意識が放物結局と鳴くんです。これが成功実験の一つになるわけ。平湖というのは平らな湖だから、水の静かなところの建物なんですが、そこの秋の月がいいねと、秋の月は空にもあるけど水に映るからですね。それから断橋というのはこういう橋に雪が積もって、それが消えかかった橋が壊れているように見えるというわけです。外葉が作った堤防を想定というんですが、そこの春の暁がいい。三単陰月というのは深いところの月、灯籠が3つあるから、その灯籠の日と太陽の月の本当の月と映った月と4つか5つこういっぱいに月が眺められる風景だというわけですね。まあいいかと思う。つまり風景のベスト10をこれを選んでる、これは詩人が選んだと同時に、これは乾隆帝とか皇輝帝という皇帝がこうやってきて、ここで名前つけてたと、今ちゃんと否定というのが立っていますね。つまり北京に岩園という巨大な青海湖、ラストエンペラーで出てくる大きな庭園があるんですが、あれのモデルは実はこれをそっくり期待を持ってただけなんです。今7000万人の観光客が毎年来るんですね。日本の観光地ってのはせいぜい100万来たらもう立派な観光地、300万来たら全国区の観光地ですよ。7000万来るんですよ。つまり洪水対策から始まったんだけども、絵になるように詩人が詩を読むように作っていくと立派な世界文化遺産になるというわけです。私は今回 その東北の大地震、大津波でやられたところの復興はこういう思想でやるべきだと思いますね。で、公共事業をやるのが役所の縦割りで、洪水担当の河川課がやるとかね、道路交通でやるかってやってるもんだから、ただバイパスならバイパスだけやって終わっちゃうんですよ。はい、以上。もう地場材料ね、これ廃棄物だって風景になる、地域らしいね。もういいでしょ、このぐらい。まだある？ある、はい、うん、じゃあもういい、流してください。これはね、多摩川の、これは野田屋のそばの世田谷ですから、多摩川の五郎大石で積んでるんですね。これは昔、品川行政が通ってたんですが、こういうふうにね、自然の材料、その土地に取れたもので作る。これが風景なんです。はい。あ、これはね、昔私がやった、国がやるガーデンアイランドより10年ぐらい前に、朝鮮通信社がやってくる2000人ぐらいの小さな下釜ヶ里島という広島にあるんですね。今、呉市に合併してしまいました。で、これ頼まれたので、朝鮮通信社が読んだ下釜ヶ里八景というのを現代化したんです。竹内さんというのは町長でね、何でもまだ県から金持ってくるのはうまかったの で庭の趣味があったので、それをおだててですね、少し丁寧な島を作りました。はい、今ね、すごいですよ、あの観光客いっぱいです、ね。これは伊藤さんという人の作品。あのいろんな、あの広島のアートポリスの真似してね、造園画をいろいろ入れていろんなことをやってました。はい、その昔の発見のところね、朝鮮通信使の資料館。はい、たった2000人の島ですよ。はい、どうぞ、もう何でしょう。で、これはね、防潮堤、本当はコンクリートのみっともないね、ああいうんですよ、あの汚い防潮堤。それを石積みをし直して、外に石組みをやったの。と、がぜん風景になるでしょ。ね。これも無駄だっていう人もいるかもしれませんが、これが美しい島を作ることだ、美しい国を作ることだと思っています。はい。はい。これはね、向こうの島とこうやってるんですね。あと水の中ではビオトップになるように海のビオトップを目指して多孔質空間を作りました。はい、これ人工海浜、あの海なんだけどね、海水浴できる浜がなかったのでこれを作りました。全部まあ、そのあちょっとあの朝鮮通信社のね、江戸時代の雰囲気にコンセプトはしてあります。はいはい、まあ、バス停からないからね。はい、どうぞ終わり。まあ、こういうことで、ちょっと最後のだけ映してる。これは、ぜひ見ていただきたいので、もうだいぶ時間経ってますが、国土交通省の公園緑地景観課というのが景観行政をやっています。で、そこのホームページに入ると、景観まちづくり教育の3つのプロアプローチといって、行政マンのためのと、学校の子どもたちと、それから市民のためのっていう景観まちづくりの、スタディを、これは私が座長でまとめたものですが、
あの結構あの景観の勉強には役に立つ資料を入れてあります、まあ、ついでの時にご覧いただければと思います。大変素晴らしくしゃべりまして、まあ、聞き戻しかったかもしれませんが、このぐらいにします。ご清聴ありがとうございました。